ハッッピーーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい皆さんこんばんは金曜日の夜7時になりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム,、はい、ム THANKYU、はいえー、今週も始まりました今日は12月の17日ということで さあいよいよ2021年、令和3年もあと2週間ですね。えー、なんとなんと、えー、来週が来週金曜日はです、ね、12月24日ねクリスマスイーブドンと言っても皆さんこれ見逃しちゃだめよ <laughs> の。イブの日もですねもちろん大事にやりますからね。はい えー、彼氏彼女とですね奥さん旦那さんと是非見てくださいね一人だよっていう人めげないでめげないで「いで <laughs> はいねえー、だけイブ」っていうやつですけど「ぼっちイブ」とか言うらしいですけどね、えー、なんかね、えー、実は一人がねあのね人間ってねないものを求めるでしょねあのこれねえー、結婚されてない、えー、方々 えー、よくく覚えてておいいださい、えー、特にね女子はあの結婚っていうのが一つの大きなね、えー、夢や目標だったりしますけど結婚してみたらさほどでもなしということでね、えー、早く一人になりたいなっていうね <laughs> 今度はね <laughs>、えー「ハネムーン」っていう英語がありますけどもともとはね「蜜、えー、月」っていう、まあ、直訳したらそういうことですよね「蜜月時代」って言いますよね。 えー、ハネムーンっていうのが続くのはだいたい3年がたい限度かなっていうのがこれも調査で人間っていうのは慣れがありますからねあの大前にいきなりもうなんかねそんなね現実な的な話で夢のような話しないでよってねクリスマスのこのシーズンにねだけどねクリスマスのシーズンだからこそ皆さんにあの、ね、それを超えていただきたいんですね。 あの毎回毎回お話ししている中でこの「真理」をお話してますけどね皆さんが何かに期待を抱いてそしてそれを手に入れるとねその瞬間は確かにハッピーだけどね、えー、慣れてくるとねさほどでもないしというふうに人間はなってるんですよだからねどん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 次のね展開へ向かっていけるわけでしてゴールっていうのは本当はないんですで。 あのー、ぜひね覚えておいていただきたいんですけどどんな状況でもどんな条件でもハッピーだよっていうことがねすごく大事なわけでそういう自分をねあの作っていくっていうことねはいえー、クリスマスイブに1人で飯食って最高っていうね <laughs> 本当ですよ <laughs> あの 本当ねこれ結婚したら分かりますから何を一生懸命あの強調してるんですかねはいいやもちろんねそうそうもちろんねあのこれはねえー、奥さんとか旦那さんを大事にする大事に、えー、するなという意味じゃないんですけどねそ,そういう意味じゃなくて人間の本質的なものを私はお話をしてますでもちろんね えー、自分のご縁のあるパートナーがいらっしゃる方はですねそのパートナーを喜,ぶか喜ばせてあげることに一生懸命ねやっぱりこう気持ちを持っていくそしてその喜んでる姿を見て自分も嬉しいじゃないですかね大事な人が、えー、やっぱり喜んでくれるっていうのがこれがね愛の一つの形ですからねはいですからじ,じゃあ一人の私はどうしてくれるんだよっていやいやちょっと待ってくださいねだから ね、あななたは1人じゃいいんですっていうことなんですよね、えー、ここがね今日のねまず第1番目の前半の面白い話いきなりね、えー、すごい面白い話するんですつまりね人間って一人っていつも思ってるでしょ、ね、だけどねそうじゃないんですよということを言いたいんですよ肉体的に一人だけど 皆さん気がついてますかその肉体的なね自分の一人の自分をねちゃんと私は一人だって意識している存在があるでしょねなんで自分が一人だっていうことがわかるんですかねなんで一人で寂しくクリスマスイブを過ごしてるんだなんてことがわかるんですかそれを意識して自分を見てる人がいるでしょねえ。 あの、こういうことありませんか皆さん、自分がね、感情的になってね、すごい怒りが湧いてきたりしてね、わーって怒ってる時に、ふっとね、何もこんなに怒ることないよな、とか思いながら怒ってることないですか <laughs> だんだん自分のね、怒りの言葉にね、乗っかってきてね、あのー、すごいエスカレートしてくるんだけど、ちょっと言い過ぎてるかな、とかね、思いながら言ってることあるでしょね。あるでしょあるいは、あのー、いろいろね、 えー、なんかこうお面白いことおかしいこと笑ってるんだけどねそのそ,そこまで面白くないよなとかね <laughs> 一応周りが笑ってるから合わせとこうかとかさ <laughs> ねうそ,そういうのってあるでしょ、ね、そ,それ誰なんですかそれ、ね、だって自分は笑ってるじゃないですか一応、ねえー。だけどそれはちゃんと別の次元の自分が見てるっていうね。はい だからあなななたは一人じゃいいんんでですすよとうこつまりそれがねあなたの本質ちゃんといつもあなたを、ね、感じて、えー、ちゃんとね見てくれている人まああの宗教的にはねあのいろんなねハイヤーセルフって言ったりね、えー、魂の自分だとか言ったりしますけど、あのー、まあ大仙人はもう一人の本当の自分だという言い方をしているんですよねはいでその本当の自分がねちゃんと本音を言えるんですよねっ さっき言ったように面白くもないのにね我慢して合わせてあの、ね、瞳を気にしてなんかこう自分の本心じゃないことを言ったり行動したりっていうところに苦しさがあるでしょ苦しさがねだから本当は自分の本当に感じているままで人間って生きられたらすごい幸せなんです何の制限もないからね誰かに何かを制限されてるって思いがない状態の時は人間って すすごく幸せを感じるんでなぜかというと自由だからねだから皆さんあのねすごく本音を語る人ってわかるんで皆さん自身もそういう人好きなんですよあこの人ほん本当にその本心で言ってるなって,って裏があるよなってなんか感じる人いるじゃないですかねなんか本当かよみたいなね <laughs> まあねあのあのね えー、まあすぐ分かる人はいいんですけどね人間ってねみんなずるいからねひょっとしたらあなただってそうかもしれないわけケースバイケースではね、えー、全然全然その自分の本心を隠して、えー、とにかくですね、えー、まあなんかこう自分に被害が及ばないようにとかね自分に損が及ばないようにとにかく合わせていこうみたいなねだからそういうねずるいね えー、人間の面を持ってるんんですよみんなね大戦にだってもちろんこの生身の体って自分を防衛しちゃうから、ねえー、痛いいいいとととかか怖思わなな守れないでしょ体が痛いとか心が怖いとか思わないと、ね、あなたもしそれを感じなかったら、ねえー、道歩いててあの車に突っ込んでバンッとすぐ死んでしまいますからね。<laughs> だから、自分を守るシステムなんです。だから、みんなあるんですよ、みんなあるんだけど、できるだけね、ね、クリスマスイーブ、来週ですけど、大仙人は今週からね、クリスマスプレゼント2連発、そして最終日、12月31日、また金曜日なんですよ、大晦日ね。で、大晦日は、えー、実は、えー、東京のですね、飯田橋にある東京大神宮で、えー、正式参拝、これ、この前もあの言いましたけども、1年間のね、 感謝を神様に申し上げていくっていうのが本当の実は神社参拝の正式なやり方でして正式参拝といって一応お玉串というのを出しましてね皆さんで一緒に中に入っていってですね一年の感謝を神にねご報告をするというあの参拝をいたしますでその日その参拝が終わるのが1時頃に終わるんですけどその後初公開大聖人のセカンドオフィス品川御殿山オフィスをえ大宴会 忘年会用にオープンレジデンスご提案待ってるんですけどまさにオープンしますんで、えー、時間がある方はお付き合いください、えー、そこでね忘年会やりましょうということで、えー、多分もうお酒入ってるんでですね、えー、12月31日の金曜日夜7時はオンラインズームでお届けいたしますそして大声人がぐでぐでに酔っ払ってたらごめんちゃい <laughs> なんとか。 あの放送はお届けをするつもりでありますんで、えー、ぜひお付き合いをください。で話戻しますけど、ね、クリスマスプレゼント第1弾としてね、えー、皆さんに、えー、今日お話ししたいんですねつまり本音で生きろっていうことを今日お話ししたいんです。本音で生きろっていうのは何かというとねあの勘違いしないでくださいね思ってること全部喋って言うって話じゃないんですよ。<laughs> ね、これもね「あの本音」っていうこの言葉って難しいですね本当ね。 えー、人間それぞれ感じ方が違うんでねえー、この価値観が違うっていうのをねそれをそのまま言葉に出しちゃうとねえー、この衝突するでしょ人間ですぐねだからやっぱりみんな本音を隠すわけですよそんなねこ,こんなつまんないのよくよくがあの我慢して聞いてるよなって言っちゃったらあなたもうあのそこの集まりにいられなくなるよね誰かあ面白い面白いとか言ってなんかリーダーか誰かがいたようなね そういうい会があってです、ね、なんか一応ねこうお会いしそで面白い面白いとか言ってやらないとねまあそこは社交辞令ですからねはいそれをそのまま「もしつまんねえなこれ」とか言って言っていいんだって話じゃないんですよわ、ね、かりますか本音でいきましょうっていうのはあなたが何にハッピーを感じているのかあなたが何にですよ何に本当に幸せを感じるのかねそれを表現素直に表現しましょうって言ってるんです。 それは自由でしょ別に <laughs> さっき言ったように皆さん人間それぞれみんな個性があって違うんですよ。ね、私は1人がいいという人もいりゃ私はパーティーみたいなね人数が多くて,多,くて多ければ多いほどなんか人間やかな方がいいとかね、えー、あるいは本当に社交的な人なんかそうでしょうけどあるいは、ね、逆にね、えー、すごくコツ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 自分で何かをね、えー、ないろいろ作ってね男性なんか技術者に多いですよね。本当にこうあのー 人好きは苦手ですなんていう人もいますよ。だけどね、やっぱりそうは言っても人間関係ってね、えー、どうしても作らないといけないですよね、人間ってね、はい。というわけで、えー、今日はですね、今日もお送りしましょうね。えー、YouTube、えー、神様が見える子供たち。えー、1週間ほど前の、えー、アップでですね、人間関係についての悩みを聞きましたみたいなね。 えー、ちょっとスタッフさん、出していただけますかね、えーあ、これですね、2つ目の人間関係を楽にする方法、これはちょっと流してみてください。はい、広告スキップですね、はいあ、音声お願いします、音声ですね、はい、はい、これ、私の希望であ、たくさん人間関係で悩んでる方がいたので、神様に直接聞いてもらいました。はい でちょっとね長かったので、えー、<laughs> ちょっと紙に書いてみましたのしま、ね、そのまま神様の言葉をそのままお伝えしますはい、はい、神様の答えはこうでした「人のため人のため」ってやると自分が苦しくなるから「自分のため自分のため」ってやると人のことを幸せにできるから人の関係が無視できるよって <laughs> すごい難しいですねちょっと待ってください <laughs> 人のため人のため,人のため、人のためってやると、うん、自分が苦しくなるから<あ>自分のため自分のためってやると人のことを幸せにできるできるでしょだからその関係が無視できるなるほど自分のため自分のためっていうことを考えてってことだね,、うん、ねちょっと分かんなかったので、あのー、詳しく説明できるようにあの神様に聞いてみましたまたさらに。はい で例え話だね。私めっちゃ肉好きなんですよ。お肉好き。こ,こう見ゃまあ見た目からしてね。肉好きなように見えるでしょ。<laughs> そうなんです。肉好きなんですよ。お肉大好きです、はい。はい、お肉大好きなんですよ。で、例えば、うん、ここにお肉があります。お肉があるね。で、お肉を食べて、あ、私すぐご飯食べると眠くなっちゃうんですよ。お腹いっぱいになると。うん,うん。寝れて、で、次の日、皮、夏になると皮入るんですよ。めっちゃ皮。 好きなんで川を泳いで冬になると雪,雪遊びをしたり絵を描くことが好きなんですよ。で絵を描いてあとはまあね食べ物のことを考えたり、ね、食べること好きだからね、うん、あとはクレヨンしんちゃん好きなんですよ、うん、クレヨンしんちゃんほんと好きなんですよ、うん、だから人形欲しいなー、うん、あクレヨンしんちゃんのあれあったらめっちゃいいよなーとかずっと考えた ありえもう本当いっぱいあるんですよ。あ猫も好きだよね。そう猫も好きで、もう本当家に帰ったらもう猫触る触るのが本当好きなぐらい、もう猫猫のことしか考えてないような感じで猫のことが好きなんですよ。うんうん。あとは虫も好きですね。虫 <laughs> はい、夏とかめっちゃ虫いるじゃないですか。もう本当虫がいると、はちょっってもうもう自分じゃないよう、ね、に顔が真剣になっちゃいます。うんうん、そうだね。はい。うん。これが自分のこと。 自分のこと、うん、自分のことやってるんだよね。そうそう。で、でも、ね、人間関係の悩みのある人は、こういう風じゃないここに大好きな肉があるけど、あの人食べた肉、え食べたケーキの方が良かったのかなでずっと考えてるわけよ。うんうんうん。うん、なんか、あれ肉、あんまり好きじゃないのかなとかね。うん、えー。あれ考えて肉嫌だったのかな え、もっと食べればいいのに肉を。うん。やっぱりさ、ケーキが好きだったんじゃないとかね。ね。そういうことを人のこと考えてんだよね。うんうんそうそう。で、でも、肉が。でも、人間関係のうまくいってる人ってこういう風うなんだよね。人間関係のうまくいってる人は、こう、な、例えば、ここに袋がある、ね。袋が、もう幸せと肉でいっぱいで。<laughs> あ、もうあふれちゃう。あ、やばいあふれちゃった。<laughs> ああ、溢れちゃあ、溢れちゃった。ふれちゃっみたいな感じで。気持ちが溢れる。肉も溢れる。肉も溢れる。二つとも溢れて。あ、あそこに人いるかな肉いりますかって。自分も幸せやし、この人も幸せ。ああ、なるほど。溢れたからあげるんだよね。ああ、嬉しい。った。うんうんうん。そうだね。だけど、その、目の前に肉があるのに、肉を食べてないと、なんだろう。お腹が、 ついてんだよ。お腹も空いてるし、あと、自分の気持ち。を抑えてる。食べたいんできる。で、抑えてるんだね。そうすると、だんだん、イライラし。なんかむつくな。そうだね。で、人のこと言っちゃうんだよね、またそれも。うん。うんうん。そうだね。だから、どうしたらいいのこれ。だから、肉をたくさん食べる。肉を食べなかったら肉をたくさん食べる。 食べたかったら、ね、<laughs> まず肉を食べましょうってことだね、うん。そうそう。<laughs> 肉送りますか。<laughs> そうそうそう、ね。できるようになるから。そうだね。<laughs> これが神様の人間関係で。悩まない、楽に。うん、人間関係が楽になる方法だね。これは。はい。納得しました。ありがとうございます。ありがとうございました。<laughs> はい、ありがとうございます。今日はフルバージョンで見ていただきましたね。 今あのお姉ちゃんが言ってましたけど目の前の肉好きだったらね全部食べろと <laughs> これね単純な話言ってるようですごい大事なんですよね人間って結構周り見渡して <laughs> 抑えちゃうんですよねえー、人によってはね私肉が好きなのに好きって思われるのがやばいっていうような <laughs>、ね、だから抑えちゃうみたいなね、はい、それがだから大声優がさっき言った まあ、あの子ああのことですからね単純にすごいあの肉の表現してましたけど何でもそうです自分の好きってありますからねあこれ好き素直にねもう肉食べたい、ね、肉食べるって健康に悪いとかね、えー、なんか菜食が流行ってて、えー、例えば今のお姉ちゃんなんか結構ねやっぱりお肉好きだから結構いい体格してて出ぶっちゃってるんですけど。 そう,そういうふうに言われないかとかねなんかそういうふうにやっぱほら本音が言えないっていう本音で生きられないという人は必ずどこか世間の価値観とか他人の価値観を気にしてますね自分の価値観だけでいいんですよということそれが自分を幸せにするんですよね他人の価値観に合わせたら苦しくなるんですよ自分がねもちろんですだって自分は肉が好きなんだからね 肉食べればいいんです。大仙にはお酒すぎたらお酒飲むんです。はい。えー、<laughs> ちゃんちゃんということでですね。えー、スピリチュアルあのね、こういう人がいるんですよ、本当に実際。えー、スピリチュアルの先生がお酒飲むんだとかね、タバコ吸うんだとかね、私、タバコも吸っちゃいますからね、バカバカはい。だから何っていう話なんですよ <laughs>。あの、この世の中にあるものというのは、それこそ全て宇宙が必要で与えられているものですね。 それをどう捉えてどう利用するかは人間の方の都合ですからね。えー、悪いと言われている麻薬ですらそもそもは医薬品なんですよ。麻酔ですからね。麻薬っていうぐらいですからね。だから痛みがなくなっていくわけですよね麻薬を取ることによってね。ただあれを常用してガンガン取っちゃうと中毒になっちゃうっていう話。つまり人間側に問題があるんですよということなんですよ。それを扱う、ね、その,その、ね、考え方。 ね、自分自身を幸せにしてくれる量だけ、ねえー、そのものだけでいいじゃないですか。でそれにハマってしまうオーバードーズって言いますけどね薬にはまってしまう人ね、えー、その快感を求めてしまうっていうのは何かというと、ね、自分自身を抑えて <laughs> すごくイライラしてたり自分自身がいろいろと怒りを抱えてたり自分自身がすごくね 恐れを感じてたりっていうそういうものを満たすために、ね、アルコール過剰摂取したり、ね、1日何大前には、まあ、あのタバコ吸いますけど一日あのお酒を飲んだ時に吸うぐらいであの自分にとってねあの本当に気持ちいいと思える程度にとってますけど、ね、もうそれがないとイライラしちゃってやってられなくなったらこれはもう中毒ですよね。 はい、薬中毒も結局同じことなんですつまりそれは全部自分自身が本当に自分の本音で生きてないという証拠なんですよわかりますねねそこが違うっていうことを是非、あのー、知っておいていただきたいと思うんです、ね、だから中毒にならないという前のレベルで皆さん何をやっても構いません自分が幸せになることを第一優先でやっていきましょういいんですクリスマスクリスマスクリスマス ちょっと過剰に撮ってもいいよねクリスマスだからね <laughs> はいさあそれから前半のお話第2弾です今日もね大仙人、えー、チャリで自転車でですね第1オフィスの江戸川橋からこの鳥小屋通りやってまいりましたでなんとですねやっぱ大仙についてですねハッピーラッキーミラクルですからね、えー、新宿区のですね私の江戸川橋のオフィス実はですね6時前ぐらいからものすごいには画面になりまして えー、マジかよって、ちょっと早めに、ね、自転車でたらーっと行こうと思って、あのー、約7キロ弱、6.8キロ、グ、えーグルくんの表示によるとです、ね、大体29分か30分かかるっていう自転車でね、ですからまあ6時過ぎぐらいに出たかったんですけど、雨がものすごいにわか雨ですね。えーね ちょっと躊躇しまして、いや、でもやむ,なやむんじゃないかなと、ちょっと6時15分ぐらいまで待とうと思ったら、6時15分にやみました。<laughs> それでそこからもう超、あのね、えー、ビッグフットでですね、<laughs> 早がけできましたら、やりました、大善人。えー、表示29分のところ、今日は最高記録21分でいきました。<laughs> えー、<laughs> 単純でしょ これはもう大戦に幸せなんですよよしあのねやっぱり肉体ね先週もお話ししましたけど肉体的なもののねこの良さっていうのは鍛えれば鍛えるほどパフォーマンス上がっていきますからね人間ってそうですよね、えー、繰り返し繰り返し同じことをすることにちょっと負荷をかけていくってお話し,しましたよね先回ね自分の体にも負荷をかけていく年、ね、は関係ないですよ 何歳になっても訓練をしていくっていうことね少し若くなるためにはですよ今日もね若返りの話したいんですけどそれでポイントはねポイントは今言いましたようにね自分の体というのをちょっと負荷をかけて訓練をするんです、ね、訓練をするちょっとねこれね 意思が必要ですよねでもね結局さっきの,その中毒になってしまうお話も一緒なんですけどなぜ中毒になってしまうのかというと快感物質に負けてしまって、ね、これはあの女性の場合結構ありますよね夜中絶対物食べないでおこうなんてね、えー、誓っててもですね、えー、なんかテレビ番組見たらね美味しそうなケーキ <laughs> なんかねバーッと出たらあケーキ食べたい <laughs> 一口だけでいいかななんてね。 一口食べたら、あやっぱり知らずな、知らない間に全部食べちゃったみたいなね。えー、男性だってありますよね。男性はラーメン好きの人が多いですからね。男性はね、これね、あの特徴的に女性よりも実はね、あの唾液、口の中がね、唾液の物量が女性より少ないんです。はい、実はね。男性はですからあの、少し口が乾いてるっていうのが。だから麺類が好きなんですよ。人が多いです。もちろんね、女性もね、好きな方もいらっしゃると思うんですけど。 女性に比べると男性はやはり、えー、麺類が好きな人が多いというのはそういう意味なんです。でやっぱそういう違いがあって、えー、麺類好きな人ラーメン好きっていうね男性すごく男性にも好きです。はい、だけどねそのラーメン食べるっていうことについてもですよ、ね、やっぱり好きだからついつい食べ過ぎてしまうねもうあのなんかあのテレビ見てたらねあのラーメンをみたいな人い随分前に見ましたけどね。 年間で3000食食うとか言って「えっ、ー、マジかよ」っ <laughs> てほぼ毎食どころか間食でラーメンも食ってるっていう1日6食5食か6食食ってるっていうとんでもない人いましたねびっくりしましたけどねはい。大丈夫かなっていやで,でもやっぱり好きなんだから大丈夫なんでしょうねでやっぱりねあのその夜食でラーメン食べちゃうっていうのもね、えー、こうありますよねはいついつい食べてしまう男性の場合はねはいで いいんですいいんですそれはいいんですよ。ね。でこういうことなんです考え方をね今日皆さんにねいい考え方を伝授しますからねあの抑える方に一生懸命なるんじゃなくて自分を訓練積極的に訓練して鍛える方に意識を持っていってください。ね。だから何食べてもいいし夜中ケーキ食べたいラーメン食べたいいいですじゃんじゃん食べてください。ね。そしたら次の日後悔するでしょ <laughs> 後悔したらよしって。 それがチャンスです。<laughs> ね。よーし、ちょっとカロリー減らそうって言うんで、運動しようって、ね。訓練しようって、トレーニングしようって、転換してみてください。ね。この方法の方がよっぽど健康的です。そしてうまくいきます。ね。抑える方、さっきね、お姉ちゃんも言ってたんですが、抑える方だんだんモヤモヤしてくるんですよ。本当に我慢しちゃうとね、人間って。好きなものを特に抑えるっていうのは、 やっぱり非常にストレスです。<laughs> ねだからどっかでストレス解消しないといけません。ねね一口のケーキ、それが豚になる。いや、いいんです。<laughs> 豚にならないに次の日トレーニングしろっていう意味ですから。<laughs> いいですかねそれで大事に面白い話しますね。あの、訓練的に積極化していった時に、ねあの、これね、あの、科学的にもう証明されてるんですけども、 ね、実は若返りホルモンってどこから一番多く出るかもちろんねいろんな細胞あの働きをしている中でそれぞれの細胞が若返りホルモンを放出するというのは微量ですけども分かってるんですけど、ね、自分の体の中で最も若返りホルモンを放出してくれるそういう細胞はどこかご存知でしょうかということなんですね。 あの脳の中の細胞が自分が幸せを感じたりねこれ一つね覚えておいてくださいね自分も幸せを感じたり嬉しかったり楽しかったりしているときねそのときに脳内ホルモン脳下垂体から実は若返りホルモンが出てます、はい、気持ちの良くなるホルモンをドーパミンと言いますそれからアドレナリンと言います ね、これが放出されてますからすごくあ気持ちいいってねもうそれあの食べないでも例えば皆さん好きなものをイメージしただけでももうあ,あなんかおい,しおいしいの感じたみたいなねいうふうに人間の能力はなってるんです、ね。レモンを見た時に酸っぱいというの知ってるから皆さんはレモンを想像しただけでも口の中がね今ね、はい、レモン想像してみてくださいね梅干しでもいいです。想像しただけで今だーって唾液出てくるでしょ これは脳内ホルモンなんですよ、ね。そういう働きが全ての細胞に備わってます。ね、で、そうやって実は、ね、トレーニングをしていくっていうことで実は一番若返りホルモン、ね、サイトカシン、あのー、あご,ごめんなさい、<laughs> どう忘れしたな <laughs>、えー。サイトカシンじゃない。えー、来週また言います。<laughs> あの えー、若返りホルモン有名な若返りホルモンがあるんですけど、えー、実はね筋肉細胞なんです筋肉細胞で筋肉細胞を増やすと若返るんですよということこれがねだから昔から言われてるんですねなぜなあの運動をすると健康になり若返っていくかという証明がこう実は筋肉にあったということが科学的に分かってるんですね、はい、ですからどうせ トレーニングしていくなら、ね、あの、自分なりでいいですよ。筋肉を増やしていくんだということを目標にぜひされてみてください。それで今頃はね、すごくね、便利になりました。あの、インターネットオブスイングスでスマホに、Bluetooth でつながるヘルスメーター、ね、体重計、あれ、全部ね、自分の体操性成分を今ね、つなぐと表示してくれる。 そういうヘルスメーターが発売されてます。安いですよ。えー、大仙人も Amazon で確か4、五0 0 0円で買ったと思います。で、自分のね、スマホにその、えー、アプリをね、セットするだけです。そしたら、あの、Bluetooth 設定したら、勝手につながりますから、体重計に乗ったらバーって全部データ出てきます。えー、BMI って有名なね、えー、健康指数っていうやつ、だいぶ知られてきましたよね。 えー、いわゆる健康体なのか痩せすぎなのか少し肥満なのかあるいはかなり危険ですよっていう、えー、その表示だけじゃないんですね脂肪率筋肉率骨骨密度までちゃんと出ますタンパク質の量ね、えー、それぞれそれぞれ緻密に全部グラムまで,で出してくれますすごいですよ今だからね大事なに単純なんでそうかと思って あのね、人間ってね、本当ね、一つの、ねなんかね、こう目標をね、あの苦しい目標じゃないんですよ、楽しくできる目標を持つといいんですよ。ね、だって、自分自身が若返っていって、ね死亡、死亡率ですよねあの、ほら、アスリートなんか有名ですよね、イチロー選手とか、なんかその死亡率、驚異の6%とかね、どんだけ鍛えてんねんみたいなね。 多分だから6%と骨が多分やっぱり56%ですからもう9割近くが筋肉ってことですよ、筋肉中山筋肉んっていうのを言いましたけどね、<laughs> 本当にもうもう一郎選手ね、中村、中えあの人泣いたかな、名前、<laughs> 中村一郎ローだっ,て知ったかね、本名ね、中村筋肉んですよね、本当ね、えー、すごいです、それぐらいまでやっぱストイックに、まあ、やらなくていいですから。 BMI でいくとねたいね標準の、えー、ところの脂肪っていうのは16%パーからい、えー、体22223%ですかねはい脂肪率ですだから16%パーより下の人はアスリート体質っていうことですよね脂肪が少なくて筋肉が多いでも完全痩せ型の人もいますよね <laughs>、えー、脂肪率低いけど筋肉もないっていうやつね <laughs> えー、まさにあの妖怪の塗り壁みたいなねペランペランみたいな人ね <laughs> あるいはカラカサ小僧みたいなねなんか骨皮筋エモンみたいな人ねいますけどそれも健康じゃないですからねあの何も脂肪だけが健康な市場じゃないですよね何,何事もバランスですからねだからそのバランスを見るのが BMI というやつでして痩せすぎも非常にまずいと言われておりますですから女性の方ねあの気をつけてくださいね。 あの痩せすぎを目標にねあのいろんなその、ね、あのモデルの世界なんですよねあれねもうなんか手足ものすごい細くて出るとこだけ出てるみたいなあんな人になりたいですかねなりたければなりたいんでしょうけど <laughs> モデルになれるからみたいな話ですけどねだけど残念ながらあの必ずしも実はモデルさんって健康じゃないんですその話はね 知ってる方は知ってると思うんですけど意外とモデルされてる方って短命なんですね。はい、美人薄命とも言いますけどね、えー。モデルの方は意外と短命でしてそれはね私ねおそらくその偏ってんだと思うんですよ。そのねえー、今の,その人間の,このこう美の基準というのがねもうちょっと福岡よでもあのいいと思います。で実際に医学的データでもですねあの少しあのぽっちゃりしている あの少し太っているという人が一番長生きをしているよっていうデータが本当に出てるんですよ。はい、だけど私は多分ねそれはねあのぽっちゃりしてるっていうのはその脂肪のことじゃなくてやっぱ筋肉質な方ね筋肉の自分の標準でいいんですよあの人と比べる必要ないですからね、えー、何でもそうです、えー、身長体重それぞれ皆さんの標準がありますから。 それを統計的にまとめて真ん中にしてるだけでね、自分が今すごく元気、あるいは今元気でなくても元気だった時の身長、体重、そこが一番あなたのベストじゃないですかね。大体皆さんね、20歳前後になると思いますけどね、もう何、なんいくら無茶しても元気で、いくらね、その徹夜しても全然平気だったみたいなね、無茶できた時代、あのとき一番元気でしょ。その時が一番皆さんの標準の本当にベストな時の ね、体格なんですよ、ね、でそこを基準にして、ね、ご自分なりのそこを基準にしてですよ、ね、そして筋肉の量をそこに戻していきましょうつまりそれだけ元気だったということは、ね、若返りホルモンというのがね、えー、本当にバンバン出てたわけです皆さんを若くキープする、ねえー、ホルモンが 出出てたたわけなんですよね、はい、筋肉からジャンジャン放出されただから、ねえー、疲労を感じることなくどん,どん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 疲労物質も、ねえー、次から次へと排出していってですね、えー、疲れを感じないっていう状態になってたわけですね、えー、若返るホルモンというのはこれ医学的に言うとあの疲労物質と言われる乳酸をすぐに追い出してしまう、ね、そういうホルモンですから まさに疲れ知らずとということになるわけですで自分のこの細胞的にも常にその若返りホルモンね、えー、それに満たされているとねえー、水分ねたっぷりってツヤツヤの肌ねそして若く見える、ねえー、そういうですねそのこうなんていうんですかこのパリッとしたね、えー、この筋肉感とか。 お肌感みたいなんですか、出るわけですよ。はい、だから、見た目、あの人、若いよねってなるわけです。はい、それはもう、明らかに、その方は、脳内の中の、ね、ドーパミンとかアドレナリンを一生懸命出している。つまり、いつもハッピーでいられるっていう人であり、なおかつ、この首から下の、ね、特に下半身、実はね下半身なんです。お尻、そして太もも、ふくらはぎね、ここの筋肉が。 若返るホルモンをいっぱい最も放出してくれる筋肉だということが分かってるんですだから聞いたことありますか ?123 だー、ね、あのー、猪木さんね、えー「元気があれば何でもできる元気というのは若いっていうことですもんね若,若さがあれば何でもできる」って言ってたじゃないですかねであの人が勧めたのがヒンズースクワットですよね、えー、とにかくあの下半身鍛えろ、ね、下半身鍛えたら老化しないぞ 1> 1, 2, だっってって言たわわけです <laughs> かりましたはい、えー、やっぱりあの方もね、えー、プロレスリングのレスラーとしてのやっぱりアスリートでしたから、えー、そういう事実を体験的にね、えー、ご存知だったというか何もね、あのー、アスリートになろうというふうに大事には言ってるわけではなくて皆さんなりにね少し負荷をかけて、えー、ぜひですね、えー、今日の2つ目のポイントはね来年に向けてですね若返っていくっていうポイントなんですけど 自分の体に負荷をかけて若返りホルモンをドバドバ放出する自分になっていきましょうということでしたはいえー、今日の前半のお話はここまでですはいいつものように大仙人の会社のホームページ2集をアメリカンオーサーズのベストデイズオンマイライフにのっけてご紹介いたしましょうはいリッチウェルシークラブリッチウェルシー投資塾です今週土曜日明日ですね えー、明日開催いたしまして、えー、株の方のですねお話なんです株の方のお話なんですでね、えー、いろいろ、ね、私お話聞いてまして、えー、私が紹介をねこれから、あのー、後半にお話をします、えー、コインの、ね、お話、えー、それでそのコインを買っていただいいる方が、えー、現金化できたら 大仙人の投資塾ぜひやりたいという方も何人かいらっしゃいましてね、えー、焦らないでください、大丈夫です、はい、お待ちしておりますからね、あの皆さんなりの、えー、予算でですねやっていただいて、全然構いませんのであの、株式市場は逃げません、でえー、予想通りですね、えー株、日本株の方上がってきました12月ですね、えー、昨日2万9000円台までいって、今日ちょっとまた下げちゃったんですけど、来週また爆上がりすると思います。 年末大納会というんですね、12月28日だと思います、えー、日本の株式市場が閉まるとき、えー、そのときは多分3万2000円とか3万3000円とかね、えー、そういう、えー、すごい新しいね、あのバブル以降の新しい高値に、えー、なっていると思います、あと2週間なんですけどね、今年ね、はいえー、ただまああの、来年どうかというと、来年もさらに右肩上がりになっていきますから、株式市場も。 ね、逃げませんので、えー、ぜひですねご自,身ご自身のペースで参加をしていただいたらいいと思いますそれから、はい、もう一つ高次元宇宙波動研究所、はいえー、メタトロンセラピーですねはい、えー、実はこのメタトロンセラピーですね、えー、私の会員さんでもう長年、えー、実はね超ロングランでですね2年 受けていずっと,ちょっと下に下がっていただけますか、はいこの方はあの回数券になるわけですね、えー1、もうあの2年ですからね、このコース超えてます、G コース20回券とかですけど、20回どころじゃないですね、もう100回以上受けになっています。<laughs> えー、これね、あのーまあ、ちょっと持病が、需要をお持ちの方ですので、しかもね、ちょっとね、えー、生命の危機を、えー、実は、えー、迎えてしまったようなあ大変なちょっと病気をですね、えー、メタトロン、実はですね、えー、継続的にお受けになったこともありまして、えー、ほぼほぼほぼ,ほぼですね、 えー、中の世界に来ておりますあともう少しですね、はい、まだお受けになってるんですよね2年間もね、はい、ですから、あのー、医学的な残念ながらこれ、あのー、医療日本の医学界ではまだこう医療機器として認められてませんけど実体験としてもう医療機器だってあの実際の,そのお医者さんからはもう え、映ってないよって言われてしまっ,てなかったんでして、<laughs> えー、それがですね、このメタロ郎によって、えー、回復したと、いうこともあるんですね。はい。だから、深淵なる波動の世界、ぜひ、体験してみてください。はい。ホームページ紹介させていただきました。はい。さあ。 えー、今日もですも、ね、後半あともう10分少々になってしまいましたけども大仙人のリアルビジネスの方のご紹介今日もしていきたいですね。き、はいえー、今日もです、ね、この航空ケア用ジェルを持ってきました。はいえー、もう何回も言います、これね、すごいです。大仙人のね歯周病な,もうなくなってしまいました、もう完全に。はい、あのね直接 あのね、最初はね私もちょっと誤解してたんですけど歯みがこの代わりに使ってたんですけど違うんですあのこの手にですねこのチューブから出てくるこのです、ね、これあの歯茎に直接塗布するんですね、はい、であのマッサージします、はい、大体,大体そうです、ね、1日1回で朝マッサージして刷り込むんですけど、えー、私の感じでは大体1ヶ月持ちますこれ はいあのー、それ以外に、ね、この前もお話ししましたけどいろんなところに使われている方がいて、あのーね、男性機能回復の前立腺とかこれはねあの男性だけが分かる感覚ですけどちょっとね大腺にはこの頭につけてますからね、はい <laughs> あのーはい、ボディケアクリームもつけてる時もありますけどこのコークケアジェルをつけてる時もあります。どううでしょうね えー、ちゃんとキープしてくれてますね。はいえー、というわけで、えー、引き続きこの工具系のジェル、初回お求めいただいた方、引き続き3本セットで1本セットおまけ、しかも、えー、20%引き、えー、1万2000円のところを8300円ですかね、はい。で、お渡しをいたします、えーはい。5本セットだと2本つけますから、実質それで3割引きですから、えー、2本つけるんで、実質半額でね。 お使い,いただけますでたくさんねお使いいただく方バンバン使ってみてください。はい、でこういう方がいらっしゃいました男性でねあの、えー、前立腺じゃなくてあのボラギンねボラギノールの話あるでしょ <laughs>、ねえー、ちょっと、えー、この本番ではですね、えー、生々しくて、えー、単語を控えますけどあのボラギノールが効く症状にもどうやら。 えー、非常に効くんじゃないかというちょっと今報告を待っておりますその男性のですねでもなんかすごくあの改善されているような感じらしいんで、えー、来週にはご報告できるんじゃないかなと思います。ボラギノールより相当効くと思いますんで <laughs>、ねえー、そっちでお悩みの方は是非お求めください。 はい、えー、それからこちらの方ですね、えー、こちらの方ですね、えー、仮想通貨の話で今日も締めたいと思います。えー、実はですねあさって日曜日、えー、いつも金運塾をやる第3日曜日だったんですけども、急遽金運塾を中止します、それで、えー、セミナーに行きます、コインのセミナーですね、WSCA というコインのセミナーなんですけども。 えー、これがですね、えー、浜松町で、えー、日曜日に行われますんで、えー、お話を聞き、ね、に来たにも行くんですけど、えー、この、あ、これじゃないな、えー、このウォレットですね、DMW ウォレット、これね、あの先々回お話したと思いますね、えー、実は世界初のですね、えー まあ、ツールが埋め込まれてますよという優れもののお話なんです。で、あのー、それは何かというと NFT、ノンファンジブルトークンというやつなんですけど、えー、それをね、詳しくお話しするちょっと時間はないんで、この画面だけちょっとお見せしたいんですね。えー、だいぶ進んできました。もうほぼ完成ですね。 はい、このウォレットをです、ね、ご自身のパスワードを入れて、ね、ログインしていただくとここにこの丸 d m n というマークがあります、はい。ここをタップしますと出てくるんですね。はい、これです。えー、DMN ダイヤモンドマルチ。 NFT ノンファンジブルトークンノンファンジブルトークンって何だって言ったらねデジタルデータをとにかく所有権つけて売り買いできる売買できる優れものだということなんです皆さんのイメージで言うとねあのー、今まで例えば音楽とか写真とか絵画ねデジタルデータと言われるやつですけど えー、もう事実上タダで手に入るじゃないですかだってインスタグラムでもフェイスブックでも SNS の世界ではシェアって言いまして自分が撮った写真ね、えー、価値が分からずにバンバンシェアしてねシェアしていいですか、ね、シェアねでこれで困ってたのが写真家だったり音楽家だったりアートの世界で生計立ててた人ですよね つまり、えー、偽物がどん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 横行しちゃったり、えー、複製、コピーをすることによってどんどん広まっちゃうんで、ねえー、もらった方はいや別にシェアされただけですから、みたいなね、えー、平気で使っちゃう著作権というのを無視されてました、ねで。著作権を証明するためには裁判を起こしてね、えー、これは本当は私がもともと書いたやつですとかね、私が撮った写真ですとかね。でもそうは言っても、実際はね、 皆さんがよくご存知のね、何円んんかん円ん、ちゃん円んっていうあの国の方々は平気でバンバン日本のアニメはね、もうただただ同然のぐらいに思ってですね、バン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 コピーしてね、えー、まあ偽物ですけど、でもね、成功な偽物バンバン作ったり、ブランド物を作ったりしますよね。あの世界がもう終わるっていうことなんですよ、これで。つまり、この技術は NFT の技術はこのス、 その何なぜね、私が進めてる、この WCA という、このシステムのコインね、このスマホ上でこの NFT、自分の所有権ですよというブロックチェーン技術で守られるわけです。ブロックチェーン技術は暗号資産と言われてますから、暗ね、仮想通貨は暗号化されてますから、簡単にまめすることはできませんよと、改ざんできませんよね。 複製を作れなくなってるわけです。なおかつ、皆さんは、このスマホ上から自分の作った何でもいいんですよ。あの、自分のね、カラオケの動画を録音して <laughs>、録画してね <laughs>、それ NFT にして売ってもいいんですよ。もし歌うまければね、下手馬でもいいかもしれないね。自分でなんか絵描いたり、ね、自分のデジタルアートでも何でもいいんですよ。写真でもいいんですよ。なんとなんとなんとね、 このデジタルアートの今世界大フィーバー NFT の世界大フィーバーしてましてえデジタルの技術で作った1万個のアニメ画像が1個なんとですね数千万円で今取引されてます。信じられますね。<laughs> なんとかよくわかんないなっていう話ですけどね。まあそれぐらいこう価値がね、だいぶそのなんか限定した価値 1, 1, 万と1万個のね、限定しているって言ったら 皆さんでもそうでしょ自分の好きな芸能人のね、サイン入り色紙、あるいはサイン入りの DVD とかね、それ欲しいじゃないですか。ね、そこに値段がつくわけでしょそういう形と同じようになってくるわけです。唯一無二のものっていうね、ものに価値がついていく、それが NFT。NFT の時代がもうすぐやってきます。そしてその NFT をこのスマホ上で全部自分自身の所有権として 作れる技術を開発したのが私がおすすめしている WFCA ワールドフレンドシップキャッシュなんです。はいというわけで今日はえ最後はですねクリスマスプレゼント第3弾ということで NFT を作るセミナーこれがですねえあさって浜松町であるんです。あぜひ行ってみたいという方今からでもまだ間に合いますから。 大にご連絡ください。はい、というわけで、えー、今週も時間がやってまいりました、えー、ハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム